田県藤枝市が運営する歴史資料の展示施設。市の史跡、戦艦帝と戦国時代から東海道藤枝で販売されていた瀬戸の染藩に関する展示で市の歴史、文化を紹介する。伝承館は JR 東海道本線藤枝駅、国駅間の千戸沿い北側に建てられている。ここは1635年頃から田中藩主、 水野忠義により築堤されたと伝わる総延長500メートル以上に及ぶ大堤防、戦艦艇の遺跡場である。また、当該地域は東海道の藤枝宿、島田宿間の立場である瀬戸の立場として知られ、立場の茶屋では漢方で足腰に効くとされる口なしで黄色く染めた瀬戸の染め藩が戦国時代から売られていた。伝承館では、 このような東海道の街道筋で育まれた歴史と文化を藤枝市の魅力として紹介する。日常の管理運営は染ハ藩戦艦保存会が行っている。瀬戸の染ハ藩レプリカ戦艦、筒見残存部1792年に小林一佐が俳句に読んだ柏の葉に盛られた瀬戸の染ハ藩、江戸時代当時の染ハ藩の包み包み紙に 壺型のシンボルへ薄った半木のレプリカなどのほか、東海道中膝栗毛等の染め版が取り上げられた文献類を展示している。同時に、1960年代後半までは、存在していた戦艦艇の映る古い写真や記録類を展示する。伝承館建物の北側には、昭和時代以降に宅地化や土取りで削られ、ごくわずかに残された戦艦筒民が保存されている。 ありがとうございます。